レッツ健康骨トレーニング。こんにちは。2回目は肩甲骨トレーニングを皆さんに紹介したいと思います。今回の私のパートナーは、はい、はい、ロジセンターの森川です。友達みんな見てるかな。はい、はい、じゃあお二人よろしくお願いします。はい、それでは森川さんをモデルに使って肩甲骨トレーニングの前に説明します。はい、まず肩甲骨はこのエンジェルの羽っていうところが肩甲骨です。そしてこの間にあるのが僧帽筋って言って首と頭を支える大事な筋肉です。この筋肉をほぐしてあげると肩こりとか頭痛が楽になります。そしてもう一ついいことはこの間に褐色脂肪細胞っていうのがあって、ここをいっぱい動かしてあげることで褐色脂肪細胞が代謝が良くなって体がポカポカするし、低体温の人も体温が上がって免疫力がアップしますからね。さあ楽しく肩甲骨体操をやって肩こりとさよならしましょう。はい、それでは一緒に座ってください。はい、それではまず肩に手を乗せて肘と肩を回すようにして肩甲骨動いてるって意識してくださいよ。ここに手を乗せるのが難しい人はグーで肘で誘導してあげると肩甲骨がよく回ります。はい、それじゃあ10回いきます。で、息を止めないためにもカウント 1,2,3,4 一緒に声を出してやりましょう。はい、いきます。はい、1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 反対。はい、1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 はいです。はい、次は2つ目、肘を直角です。はい、開いて閉じて引いて戻す。はい、じゃあいきますよ。はい、開いて閉じて引いて戻す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 。5回目、開いて閉じて引いて戻す。はい、開いて閉じて引いて戻す。はい、開いて閉じて引いて戻す。はい、開いて閉じて引いて戻す。あと2回、開いて閉じて引いて戻す。最後、開いて閉じて引いて戻す。はい、です。実は肩甲骨体操もう一ついいことがあります。うんと胸が開きます。そうすると酸素がいっぱい入ってきてとっても元気になります。猫背の人は肋骨が締まって酸素が入ってこないから呼吸が浅くなって元気がなくなります。例えば政治家さんってね、胸張ってね威張ってますよね。酸素がいっぱい入ってくるから元気があります、政治家。はい、で、かきちゃんかわいそうだから次悪いことして捕まった人はこういう形になってね、肋骨締まってますよね。だから元気がないです。肩甲骨体操はうんと胸が開くので酸素がいっぱい入ってきて元気になりますからね。はい、続けてやります。はい、次は上で白鳥の羽です。うんと背伸びして後ろ目に羽を下ろしてあげると肩甲骨のところが動きます。もし肩の痛い人は上げて普通に下ろしていいですからね。はい、これもカウントしながらいきましょう。せーの、1,2,3、うんと背伸びしてよ、4,5,6,7,8,9,10。はい、です。はい、次は手のひら上です。息を吸いながらうんと胸を開く。息をふーっと吐いて背中と背中を丸めて手の甲と手の甲を合わせます。はい、続けていくよ。はい、1、息をふー、2、ふー、3、ふー、4、ふー、5、ふー、
六、ふ、七、ふ、八、ふ、九、ふ、はい、ラスト、十、ふ、はい、いいです。はい、最後です。次はぐーっと握って、この時肩甲骨を寄せるように、そしてパーッと開いて天使の羽ってやります。実はグーパー体操って聞いたことありますか？グーって握るだけで腕の筋肉のほとんどに力が入ってます。そしてパーッと開いた時に血流がバーッと体中を流れますからね、とっても体がポカポカします。はい、それではね、森川さんも中山さんもグー天使の羽掛け声よろしくお願いします。さあ行くよ、せーの、ぐー天使の羽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 、最後ぐー天使の羽、イエーイ。はい、お疲れ様でした。イエーイ。はい、イエーイ。